青沼隆之は、日本の検察官、法務官僚、弁護士、法務省保護局長や、東京地方検察庁検事制、次長検事、名古屋高等検察庁検事長等を歴任した。福岡県出身。久留米大学附設高等学校を経て、1978年、中央大学法学部法律学科卒業。1982年司法修習終了。 東京地方検察庁検事に官、福岡地方検察庁検事、福島地方検察庁検事を経て、1991年から外務省国際連合局付けや外務省総合外交政策局付けを務めた。1994年大阪地方検察庁検事、東京地方検察庁検事や東京高等検察庁検事を経て、2002年、 東京地方検察庁後半部副部長2003年東京高等検察庁検事2004年東京地方検察庁刑事部副部長2005年大阪地方検察庁後半部長2006年法務省大臣官房施設課長2008年東京地方検察庁特別後半部長2010年最高検察庁検事 2010年甲府地方検察庁検事制。2010年法務省保護局長。2012年東京高等検察庁自席検事。2014年東京地方検察庁検事制。2015年次長検事法制審議会委員。2016年名古屋高等検察庁検事長。2018年大官。2018年第一東京弁護士会弁護士登録。 シティユーは法律事務所、オブカウンセル、ユニーファミリーマートホールディングス監査役、日本図撲協会コンプライアンス委員会委員長。2019年日本郵政社外取締役。2020年5月ファミリーマート社外取締役。ありがとうございます。